今回は、自分をフェミニズムアドバイザーだと思い込んでいる、異世界の住民、三浦義先生を、こすっていきたいと思います。三浦義先生のツイートから引用します。あまりの理不尽な物言いに怒髪昇天した。カーッと頭に血が昇り、机に拳を叩きつけたところまでは覚えているが、気がついたら布団にくるまり泣いていた。怒ったり泣いたり、忙しいなおい、ブチ切れて机に拳を叩きつけた直後に、布団にくるまって泣くとか、情緒不安定にも程があるでしょう。先生の感情の起伏、どうなってるんですか一体。拳は血だらけで壁は穴だらけの泥だらけ、出産をあまりに無条件で、神聖死するその発想に怒りで気が狂いそう。攻撃性が高いのはどっちだよ、顔。壁が穴だらけってどんだけ大暴れしたんだよ。三浦義先生ってバーサーカーか何かですか。攻撃性が高いのはお前じゃ。三浦義先生のお家、風化した廃屋みたいになってそう。鉄道写真って AI で出力できそうなぐらい、似たような写真しかないのに専門学校なんて必要なの。日本初、プロの鉄道カメラマンを育成する専門学校が2024年4月に開校。新たな専門学校商法に対して、警鐘を鳴らす先生のツイートです。さすが先生は素晴らしい見識を持っておられますね。プロの鉄道カメラマンを育成する専門学校って、もうこれ自体が相当なパワーワードですよね。先生の怪文書の中で登場しそうなワードです。でも現実の話なんですから恐ろしいです。こんな専門学校に行くくらいなら、看護学校にでも行った方が良いんじゃないですか。どうしても写真家を目指したいのなら、専門学校に行くお金でニート生活して、その間に死ぬ気で努力した方がいいんじゃないかと個人的には思います。こんにちは、皆さん、三浦義です。あなたの心のきらぼし、三浦義でございます。やかましいわ、何ホロライブのアイドルみたいな雰囲気を出しとんねん。三浦義先生ってアイドルか何かなんですか。ナンパって法律で規制して、恋愛特区とか恋愛歩行者天国みたいな一定の地域でしかできないようにしたらいいんじゃないかな。その地域以外でのナンパは懲役、ボールペンを作る仕事をしてもらう。例えば夜道で女性が一人で歩いている時に、知らない男から声をかけられたら怖いですもんね。実現する可能性があるかどうかは置いといて、ナンパを法律で規制するっていう考えは面白いですね。ボールペンを作る仕事っていう発想は、一体どこから出てきたのでしょうか。ボールペンになんか恨みでもあるんですか。刺身にタンポポを乗せる仕事と同じぐらい尊いですよ。タンポポじゃなくて食用菊ですよ。っていうマジレスした奴は全員ケツ穴確定な。なぜコオロギ食を流行らせようとするか、理由は明白です。もう地球が肉食を支えることができなくなったのですよ。無意味な土地と水、資源の浪費で肉食を続けることができない。肉食の人々の欲望を満たし続けた結果地球は悲鳴を浴びてます。それでも肉食がしたいなら、もうコオロギを食べるしかないのです。いやなんでコオロギなんですか。新しい試みを始めるのは悪いことではありませんが、昆虫食は個人的にはちょっときついかな。先生にじゃあお前コオロギ食ってみろよ。って DM 送ったら、嫌です。って言われそう。私はビーガンだからコオロギ食はしないんだけど、友人のサイトコのお隣さんが、コオロギ食大好きでいつも美味しい美味しい、と言って食べています。コオロギ炊き込みご飯にコオロギの味噌汁、コオロギの炒め物にコオロギの漬物と、コオロギだらけ、でも健康には良いらしく肌ツヤは良いらしい。そんな時代を先取りしすぎた家庭が、友人のハトコのお隣さんに、会ってたまるか昆虫症。三浦義先生は、やはりどうやら異世界の住民のようです。コオロギに税金ドバドバ投入するぐらいなら、まだ大豆とかフェイクミートの研究をした方が良くないですか。私はちょっと昆虫食は無理かな。江戸スタッフォード様みたいに極限状態のサバイバルとかなら虫を食べるかもしれませんが、この飽食の事態に進んで虫を食べようとはちょっと思いません。最後までご視聴ありがとうございました。